明治ブルガリアヨーグルトプレゼンツ、ゆきぽよの教えて腸活先生。この番組はヨーグルトの魅力や簡単に続けられる腸にいいことを腸活先生から教えてもらえる超お得な情報満載の番組です。今回の先生は明治社員の田中さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。株式会社明治発酵乳マーケティングの田中と申します。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。田中さんは普段どんなお仕事をされてるんですか？普段ですね、ヨーグルトのですね新商品の企画から、まあ、その商品がお店に並ぶまでの全ての工程に関わったような仕事をしています。すんごいですね。そうですか。すごいけど、はい、なんかちょっと堅苦しくないですか？なんかあまりにも仕事だからギャルと絡んでるみたいな、そんなことないですね。そういう空気が出てるんですけど、はいはい、田中さんじゃなくて、はい、田中ぽよにします。田中ぽよ、はい、田中ぽよって呼びます、これから。わかりました。じゃあこれから田中ぽよでいきます。わかりました。よろしくお願いします。はい、そもそも腸活って言葉はよく聞くんですけど、はいはい、腸活ってどういう意味なんですかね？簡単に言うと、まあ、その腸内環境をですね整えることで、はい、まあ、要はいろいろな腸にいいことをすることで、はい、まあ、体全体を健康にしていきましょうというようなことを指しています。例えばなんですけど、まあ、腸にいい運動をするということもいいですし、まあ、その腸にいいものを食べるだったりとか、まあ、そのいろいろな、まあ、その人によってですねいい腸活があるかなと思ってます、はいはい、その中でも僕が一番お勧めしたいのはもちろんヨーグルト、まあ、そういうことなんですよ。だよね、明治だもん、はい、だ僕お勧めしたいのはやっぱり毎日ヨーグルトを食べるということをお勧めしたいなというふうに思ってます。なるほど。ヨーグルトを食べることがなんで腸にいいんですか？はい、うん、実はこの明治ブルガリアヨーグルト LB81 プレーンというのは特定保険用食品で通称特保のですね表示許可を受けてるんですよね。特保か。そうなんですよ、うん、でこれはどういうことかというと、このブルガリアヨーグルトをですね1日 100g 以上食べることで、まあ、腸内細菌のバランスを整えてお腹の調子をですね良好に保つということが、まあ、科学的に証明されてるんですよね。へえ、すげえ。まあ、さっき言ったですね特保なんですけど、この特保っていうのは消費者庁のですね表示許可も受けてるんで、うん、すごくこう認められてるんですよね。消費者庁ってすごいってことでしょ？そうなんです。行ったことある消費者庁？ってことはないな。でしょ。でも消費者庁に認められてるってことだから、はい、このブルガリアヨーグルト半端ないですね。そうなんです。ヨーグルト、ヨーグルトって言われると、はいはい、もう今すぐヨーグルト食べたいんですけど、うんうん、まあ、じゃあ実際に食べてみますか？持ってきてくれてますか？もちろんです。さすが、お願いします。どうぞ。ありがとうございます。イエーイ、ヨーグルト美味しそう。いただきます。どうぞ。うん、美味しいですか？めっちゃうまい。やっぱありがとうございます。安定ですね。ブルガリアヨーグルトのこのヨーグルトの味は安定に美味しいです。ありがとうございます。このブルガリアヨーグルトについてちょっといろいろ教えてもらってもいいですか？はい、わかりました。でこちらの明治ブルガリアヨーグルトなんですけども、うん、実はもう日本中の皆様にですね長い間ご愛顧いただいておりまして、うん、ちょうどです今年で発売47周年になるんですよね。47、はい、なので、まあ、ちょうどゆきぽよさんのまあ年齢の倍近くっていうことですかね。すごいですね、47年前からヨーグルトはあったんですね、はい、そうなんですよ。すげー。実はですねこの47年前のパッケージっていうのがこちらになるんですよね、うん、え、何これ。全然違うでしょ。全然違う。これヨーグルトですか？そうなんです。この今でいうその牛乳パックみたいなやつに最初入ってたんですヨーグルトが、うん、これどうやって食べる？こう注ぐってことで、開けて、うん、開けてこのまま食べたり、まあ、なんか移したりとかって食べてたんですよね。そうなんだ。なん、これを今、はい、SNS に上げたらバズりそうですね。本当ですね、確かに、ね、多分みんな知らないですもん、こんな状態だったっていうのは。そうですよね、そうですよね、はい、でそれから、まあ、何回もその容器自体を変えたりだったりとか、うん、パッキーデザインも、まあ、もう全然今違うと思うんですけど、全然違う、改良して今のこのおなじみのパッケージになってるんですよね、うん、でもこの、 あのパックの方を見ただけで、うん、ブルガリアのヨーグルトはもう、はい、めちゃめちゃ歴史あるんだなっていうのは伝わりますね。あ、なるほど、ありがとうございます。でこの伝統ある明治ブルガリアヨーグルトなんですけども、まあ、現在もこの、まあ、ブルガリアヨーグルトっていうまあ商品名で、まあ、いろんな商品出してまして、はい、まあ、年間で大体20種類から30種類ぐらい新商品を出してるんですよね。そんなあるんだ。そうなんですよ。フルーツヨーグルトだったりとか、うん、飲むヨーグルトだったりとか、まあ、いろんな商品を出してて、その新商品をもう毎年、まあ、いろんな商品を出させてもらってるんですよね。そうなんだ。ちょっと新商品情報を教えていただいてもいいですか？はい、あ、もちろんこの後内緒で教えちゃいます。あ、いいんですね、はい、ありがとうございますということで、ゆきぽよの教えて腸活先生、全4回にわたりヨーグルトの魅力や簡単に続けられる腸にいいことを腸活先生から教えてもらえるお得な情報満載の番組にしていこうと思います。この番組を見ている皆さんもぜひ一緒に頑張っていきましょう。
タナポヨ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張りましょう。頑張ろうね。はい軽くない続けよう、家族思いのヨーグルト、明治ブルガリアヨーグルト。2時間目は美容の先生からいろいろ教わりたいと思います。今回の先生は神崎めぐみさんです。お願いします。お願いします。めちゃくちゃ綺麗ですね。本当ですか。お肌が卵みたいです。本当にツヤツヤで。いえいえいえ、よろしくお願いします。神崎さんはどんな腸活をされてるんですか。はい、腸活はいろいろやってるんですけれども、その中でもとても大事にしているのが腸内環境を整えてくれる食品、中でも食べ物でとても気をつけているのが発酵食品で、私が毎日食べてるのはヨーグルト。ヨーグルトか、うん、やっぱりヨーグルトっていいんですか。手軽ですよね、うんうん、すぐに食べれるし、確かにすぐに買えるし、うん、あとアレンジがしやすい。例えばシリアルに混ぜたりとか、そう、あとなんかこうフルーツにあえたりとか、あと私がよくやるのは朝スムージーを飲むことがあるんですけど、うん、その例えば甘酒にヨーグルトも入れてフルーツも入れて、もうそれをもうミキサーでミキシングしてスムージーみたいな感じで、簡単なんだけどバランスも良くて、うん、で美味しいっていうのがすごいおすすめです。確かにヨーグルトだとアレンジいっぱい効くから、うん、飽きなさそうですよね。そうで美味しいし、簡単っていうのもやっぱりね。確かに。やってみよう、うん、他にもなんか食事で気をつけてることとかあるんですか。あとはね、選んで食べるようにしてます。例えば白いお米を玄米にしたりとか。あー、玄米いいって言いますもんね、うん、そう、とか白いお砂糖をなんか茶色いお砂糖にしたりとか。茶色お砂糖。そう。え、白より茶色砂糖の方がいいんですか。簡単に言うと白より茶色いものを食べた方が精製されてないっていうか、そのままのものが多いので。そうなんだ、逆だと思ってました。そうなの。そうすると栄養価が高かったり、うん、バランスが良かったりって言われてるんですよ。美容の一説ではやはりその白いものを食べてたり、例えば白いお砂糖とか食べると、うん、老化するスピードが早まっていくっていう説があって、なのでできるだけその昔ながらにあるものを食べていくと、選んで食べていくと、その肌の老化スピードが緩やかになったり、肌が綺麗になったりするって言われてるんですよ。色だけでそんな変わるんですね。そうなの。なんか栄養素を見て選ぶって難しいけど、うん、全然わかんない。そう、色だとすごいわかりやすくて、で色で言うと野菜も私は色で選んでいて。野菜ってほとんど緑じゃない？トマトは赤でしょ。トマトは赤。ナスは白と紫でしょ。あ、白もあるんだ。そう、中が白。あ、そっかそっかそっか。そうとかで、そう、トウモロコシ黄色とかパプリカ黄色とかで、これも目で見て赤、黄色、緑、濃い緑、薄い緑って選んでいくと、結果栄養素がいろんなものを取れたりするので、結構目で見て選ぶっていうのも覚えておくといいです。色か、うん、大事。そう。ちなみにこの神崎さんはどんな、うん、食事スケジュール。私はね、結構回数分けて食べるようにしてて、大体5回ぐらいに分けていて、うんうんうん、朝、まあ、スムージーとか飲んだりして、で、それは一緒ですね。そう、朝スムージー飲んでます。そう、で、9時ぐらいに1回サラダとかスープとか飲んで。9時？そう、6時、朝6時に食べて、うん、朝9時にも食べるんですか。そう、9時にちょっと食べて、で、今度お昼は大体撮影なんでケータリングとかお弁当とかいただいて、うん、そこはもうがっつり食べて。食べていいんだ。そう、で、帰ってからもう一仕事、やっぱりご飯の支度したりとかいろいろするので、その前にちょっとプロテインとか、あとヨーグルトとか食べるんですよ。そして夕食選んで食べる、うん、そのやっぱり息子世代は揚げ物とか。そうですよね、うん、お肉とかなので、うん、まあ、そこでもうタンパク質ちょっと野菜ちょっとみたいな感じで選んでるところ5回くらい食べて。じゃあもうその1日に5回分けて食べるっていう、その食べ方がいいんですかね、うんうん、そう、なんかこうできる限り私の中のバランスではとてもこう体の消化とかもスムーズにいくっていうのがやっぱり5回だったんですよ。すごい、それを自分で見つけられたんですね。そう、自分に合った食事方法を探して覚えておくといいと思います。探そう、うん、なんかでもすごいいっぱい今日いろんなことたくさん聞いたのにバカだからちょっと忘れそう。そんなことない、そんなことない。ちょっと後でこの撮った動画もらってもいいですか。続けよう、家族思いのヨーグルト、明治ブルガリアヨーグルト。
3時間目は腸活に効果的なヨガを教わります。先生はこの方、女優でヨガインストラクターの松本理央さんです。よろしくお願いします。お願いします。ヨガと腸活って何か関係はあるんですか？はい、すごい深い関係があります。ヨガのポーズのほとんどがお腹を動かしていくようなポーズが多いので深い関係があるんです。そうなんだ。でさらに食生活に意識を向けていくととてもいいんですが、うん、私の食習慣の一つとしてヨーグルトを必ず食べるというのがあるんです。やっぱりヨーグルトっていいんですね。はい、あの小さい頃から私はおやつとしてヨーグルトをよく食べていて、うん、学校から帰ってきてからヨーグルトに蜂蜜をかけて食べてたんですね。最高。おいしいですよね。最高、大好き。でその習慣が今でも残ってて、うん、冷蔵庫には必ずヨーグルトがあるんです。そうなんです。すごいっすね。やっぱりしかもヨーグルトとヨガはすごく相性がいいんですよ。え、ヨーグルトヨガですか？そうなんです。そうなんだ。あのヨガをやって腸に刺激を与えて活性化された後にヨーグルトを食べると栄養が吸収されやすいと言われているんです。へえ。ちなみになんですけど、はい、私今37歳なんですね。ねえ、なんでヨーグルトめっちゃ食べてる人ってめっちゃ若くない？びっくりする。なんですけど、あの体内年齢が18歳なんです。子供じゃないですか？え、てか半分ですね。実際の年齢と体内が。そうですね。あのヨガをすると心と体を若く保てるようになるので、ぜひゆきぽよさんもやってほしいんです。いや、もう本当に永遠の18歳でいたいんで。永遠の18歳で最高。もう腸活ヨガ今すぐ教えてほしいです。はい、ぜひ覚えてください。お願いします。はい、先生、まず何から始めたらいいんですか？はい、今回教えるのはヨガの基本中の基本である呼吸法をお伝えしたいなと思うんですけれども、はい、中でもウジャイという呼吸法を一緒にやってみたいと思います。この呼吸法は腸を活発に動かして代謝を良くしてくれる効果があると言われてるんです。それでは早速やってみましょう。はい、お願いします。はい、ではウジャイの呼吸法なんですけれども、より実感していただきたいので両手を肋骨の下の方に添えていきましょう。はい、通常普通の呼吸で吸ったらお腹が膨らんで吐いて背中にお腹が近づいていくっていうものなんですが、この呼吸法は基本的に吸う時も吐く時もお腹と背中がずっとくっついたままです。お、腹筋をすごく使いますので、うん、肋骨を上に持ち上げといてください。それでは行きましょう。目線を鼻先に、はい、一度鼻から息を吐いて吸って、肋骨を上に引き上げて吸います。さらに吸って鎖骨を持ち上げ、おー、さらに苦しい。吸って吸って吸って、では鼻から吐いて肋骨を中央に縮めません。そのままの位置です。息を吐いてお腹薄くしていきます。では両手を膝の上に置いて、一度鼻から息を吸って吐いて肩の力を抜きましょう。両手を胸の真ん中で合わせて、ありがとうございました。ありがとうございます。ということです。きちんとできるようになると体の代謝がすごくアップするのでおすすめなんです。もうこれ早くできるようになりたいです。はい、ぜひ覚えてください。今回はここまでです。皆さんもぜひやってみてくださいね。ここで今回のキャンペーン応募キーワードを発表します。今回のキーワードはゆきぽよとです。キャンペーンにはキーワードを全4回分集めて応募してください。皆さん、いかがでしたか？先生たちから教わった簡単にできる腸活とヨーグルト、ぜひ皆さんもやってみてください。じゃあ次回もまた見てね。バイバイ。